ここをもう街道沿いに通るのがいいんだ。なるほどね。うん、危ね危ね、オーバーランスするところだった。よし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 。ということで、この道を行ったら、多分そのうち案内出てくるのかな。で、ここだと多分、あれもあるんじゃない？駅の案内も出るんじゃないかな。出ないかな。山口。議題で。大体、あなたのことは議題前とかって言いますよね。うんうん。確かに。店舗名ももう義大前店って多いですもんね。岐阜大学前店じゃなくてね、義大前ってなってますもんね。もはや義大が一つの地名みたいになってますよね。明治の駅の西側を駅西って呼ぶような感じですよね。うん、もう言うとるうちにどっかで曲がる先なんだよな。あ、さっきの地名の答え合わせができそうだな。バス停がある。このバス、どこまで行く？ずいっと寄ったら見える。消防本部文書、どこだ？どこだ？消防本部文書ってどこ？あれか、この前写したあれか、新しく作っとったところかな。ボードのあたりで撮りましたよね。かもしれない。かもしれないし、かもしれなくもない。わからない。で結局なんていうの、枝里四号かなって言ってましたよね。どうかな。枝号か。わあ、やっぱり全然見てないけど枝号だって言って。でこれは、あ、大竹島に行くやつもあるんだ。なるほどね。16時22分、ちょうどあるの。あと1時間20分待てばあるみたいですね。うん。はい。20分じゃない、1時間10分か。全然だ。よし。あ、通天地図見ときゃよかった。佐合か。重箱読むか。はい、じゃあ、音読みと訓読みを、混ぜて使う読み方ですね。このあたり一帯が赤坂という地区になるのかな。の赤坂地区。うん。そろそろ、あの交差点のあたりか？先の。もうちょっと先なのかな。あれを越えないといけないかな。新赤坂新町。どうですか、これ。焼肉さんもある。へえ。合ってんのか心配になってくるな。まあまあまあ、大外れはしてないはずだからな。オーバーランしてないか心配だけど。へえ、マジこうか。すごい、なんか得意ですね。
まだやってないね。そこが赤坂交番か。うわ、これあれか。車ではちょいちょい走ってるところか。ここは。あの、不意に富田屋に来たくなった時に通るルートだな。ビフォード。昔ビフォードってありましたよね。どっから行けねこれ。またといた方がいいのかな。どうまたといた方がいいね。どう行けんだ。わかんない。確認しましたけど、ここからもうちょっと行って、まだこの辺からもうちょっと先まで行ってから、渡っていく感じみたいですね。これで食い捨て川かな。新しい道を作ってるとこなんですね。なるほどな。あ、またね。この通り沿いはいろいろな人ですけど、京葉でいつも見える。あ、これ今通行止めになってた。で、回り道はこれか。なるほどな。まあ確かにね、パッと見そうでもそんな回り道もならんやと思うかもしれんけど、いやー、先まで見てみると結構な回り道ですね。あ、でその先のところから入ってけるんや。あと工事中ですもんね。なんかバイパスみたいにするんでしょうね、ここら辺も線形よくして。この高さやとどう持ってくんやろな。変速なんや。あ、なるほどな。4月9日赤坂祭り、9日ってことは来週か。